さて、いよいよエボテンの試乗を始めていきたいと思います。このエボテンの大きな特徴はやっぱり、四駆システムがさらに進化したところでしょうね。これまでの四駆システムについては皆さんご存知の通り、ACD という、まあ、四駆のシステムプラス AYC というリアデファレンシャルのシステム、そして ABS というこの3つの機能を総合的にコントロールしたのがこれまでの 4WG システムなんですが、このエボテンになりまして、そのシステムにさらに AC、 本当は横滑り防止装置で使うものなんですけど、その AC の機能を使いつつ、ブレーキの制御も加えることでより曲がりやすくしてるんですね。AYC でも十分に四駆らしくない軽快なハンドリングを得てたんですが、それにプラスブレーキも制御することでよりクッキクッと曲げていく、そんな走り味に仕上げてるっていうったところがまず大きな特徴というふうになってますね。さらに要センサーも今回は追加してですね、車の姿勢を見つつその姿勢をフィードバックして、よりドライバーがどういう方向に車を走らせたいのかというのまでこのエボテンでは制御してますので、より意のままに車をこう操ってる感覚が非常に強いわけですね。ぜひこの試乗でそのあたりを徹底的にチェックしてみたいと思います。まずその違いを見るためにですね、 ASC のスイッチはオンの状態でいきたいと思います。要するに滑り出したら結構早めに介入してきて滑りを飛べて、行く、そんな制御になるんじゃないかなと予測してるんですが、実際の方がいかがでしょうかね。じゃあ行きましょう。あれですね、車の向きが変わってきますね。面白い面白い。ほら、ね、リアがスーッと流れていきますね。さすがエボですね。つまんない車になってなかったですね。よかったよかった、ね、アクセル入れてファーッと切り込むと前がね、どんどん入り込んでいく。もうね、この ASC のボタンをオンにした状態でも結構なスポーティーな走りが楽しめる状態ですね。では今度はですね、AC をオフで行ってみたいと思います。この AC をオフにすることでブレーキの制御が介入してきて、より車がパンパンパンって曲がっていくようになるんですね。ちょっとさっきとの違い見ていきましょう。わかりますか？結構後ろがね、流れてるんですね。ほらほら。オフにした時の、状態ですね。確かブレーキを曲がりたい方向がちょっとつまんでくれるので、そのつまんだ時にフューッとこう車が曲がっていってくれるような、そんな軽快な感覚が、このモードでは感じられますね。